なるほど、話は分かった。成り上がった身で随分と横柄な振る舞いだな、フィアナ騎士だ。我々も侮辱された以上、そうやすやすと引き下がるわけにはいかん。団長のフィンと言ったな。私と共に来い。部下の失態は長の責任。けじめをつけてもらう。ああ、従おう。俺のせいでフィンが？なあ、大丈夫だよな？このまま騎士団解体とかならないよな。その時はお前を懇切丁寧に血祭りにするから安心しろ。嘘だろ。10年ぶりの再会。それで、けじめをつけるために、僕はどこまで連れてかれるのかな？ラザル三等級騎士。今の私は分団長だ。二度と間違えるな。それは失礼。おっと、ここかい？はあ、オートに戻っていきなり問題を起こすな。部下の手前うやむやにもできなくなった。変な芝居をさせてくれるな。まったく。ごめんよ、僕の管理不行き届きだ。でも僕たちが最初に会った時の方がひどかったじゃないか。なんせ注目の中で取っ組み合ったんだから。あれはお前たちが。もういい。とにかくいろいろ言いたいことはあるが。久しぶりだな、リム。またこうして会えてよかった。ああ、久しぶり、ラザル。僕もこうして再会できて嬉しく思う。いろいろと積もる話はあるが、先に。おい、フェリス、帰ったぞ。あのディムも一緒だ。久しぶり、フェリス。君は変わったようだね。とても美しい女性になった。そうにゃ。リムよりも手足が長くなって、平らだったおっぱいもラザルが揉みまくるせいで大きくなったにゃ。そんなことするか。騎士は何だと思っている。
でもリムもなんだか騎士っぽくなったにゃ。顔つきが変わったっていうか、かっこよくなって。本当にリムじゃないみたいにゃ。なら、それは今の僕にとって褒め言葉だ。ただ、ラザル、フェリス。今の僕はフィンだ。ディムの名前では、もう呼ばないでくれ。積もる話があるんだろ。どうか聞かせてくれ。僕も今日までの昔話を教えよう。